今回の決算は為替の追い風も向かい風もない中でまさに現在の等身大の実力が素直に現れたものだと感じておりますもっといい車を賢く作るという点ではまだまだ改善の余地があることが見えてまいりました目先の利益確保を最優先するのではなく未来への投資も安定的継続的に進めていくというトヨタの意思が 現れたた決算であったと思います現在の自動車産業はパラダイムシフトが求められており特に AI 自動運転ロボティックスコネクティッドなどの新しい領域が重要な鍵を握ると考えております売り上げが伸びないとなりますとですねこれは何かをやめるそして何かを変えるという決断が必要になってくるというふうに思います。やはり 2期連続、えー、予想で現役ということはです、ね、スポーツの世界でいけば、えーあの、連敗になるわけですから、負け嫌いは私だけじゃありませんので、この期で、えー、分かったこと、改善が進んだことも踏まえてです、ね、来季につなげていきたい。